こんにちは、りさです。今日はニューエラさんに来てるんですけれども、以前、ニューエラさんとゴルフフェアさんとリンゴルフでコラボした、フラットキャップとバイザー、皆さんお買い上げありがとうございます。はい、皆さんがこう手に取っていただいてすごい好評いただいたので、なんと今日、第2弾作りに参りました。はい、ですごくもう私も楽しみで、すごい前からすごいいろいろ練ってきたので、今日はやる気満々で頑張ってデザイン作りたいと思います。はい、では早速いきます。はい、こちらがニューエラさんのショールームになります。もういろいろあってこう目が泳いじゃうんですけど、あっちがもうゴルフラインだったり、新しいデザインだったり、お洋服だったりたくさんあります。マフラーとか手袋とか結構小物もいろいろたくさん置いてあります。前回ニューエラさんのここに来ていろいろデザインを選んだと思うんですけど、その時にこの帽子と出会ってしまったんですね。でこれがなぜいいかというと、ドラえもんもすっごく可愛いんですが、私のおすすめポイントとしては、このかぶった時にここがストレッチ素材になってるんですね。ここがなので、こうちょっと分かりますかね、伸びるんです。伸びるので、特に女性の方は分かっていただけると思うんですけど、こう帽子をかぶった時にこう髪の毛をこう入れる動作をやると思うんですけど、その時にすっごくやりやすいんですね。これはここのストレッチがあるからやりやすいということで、私はこの帽子で第2弾をぜひ作りたいと思い、はい、ここに来ました。はい、ではカメラの宮下が登場しました。これでいくのは分かったんですよ、はい、ベースが、はい、で肩もこれでいくと思うんです。これ950ストレッチスナップという新しいものなんと思うんですけど、はい、素材とかもありますよね、うん、この素材ともう1個、うん、こっちの素材があるんですね。こちらがコットン素材で、こっちがポリエステル素材になります。うん、多分馴染みがいいのはこっちのコットン素材だと思うので、うん、ちょっとこっちで作っていけたらなと思います。ちょっとさっぱりしてる感じですかね、こっちの方が。つやっとしてる。ね、こっちはなんか冬、冬あったかい感じしますね。あったかい系。もっちりしてますよね。こっちはつるっと。さらっと。で今生地じゃなくて色、色をこうパーッとここから使えるってこと？はい、たくさんあるんですけど、ここからちょっと何個か、まあ3パターンでちょっと選んでいこうかなと思ってます。僕とかすごい黄緑とか被ってみたいんですけど、りさちゃんに黄緑の帽子作ってほしいな。黄緑？黄緑、それこれでいきます？はい。なるほど、まあちょっと早めの却下させていただきます。すいませんそうだな、今回作るのも毎回決めてるんですけど、ニューエラさんとやる時は、もう全部144個でいこうかなと、はい、全部限定ですね、で今回は EC も販売しようかなと思ってて、イベント用で半分72個、 EC 用で72個くらいかなでいこうかなと思ってます、はい、やっぱ全国で欲しいっていう方々いたので、はい、そうなんです。前回のこのこちらね、こちらもかなりお問い合わせいただいて、だいぶ好評いただいたので、もう売り切れましたね、白と黒なので、これを上回るものを作っていけたらなと、やっぱまだフラットに抵抗がある方がちょっといたかなと感じました。ゴルフフェアで立っていただいた時にこれ違いますもんね。はい、これはもう本当に普通の柔らかい、はい、そして伸びる、ここがこれね、かぶんないとちょっとわかんないんですけど、多分かぶったらあ、もう一個欲しいみたいになると思いますよ。私はなりました。ここのデザインはちょっとまだ秘密なんですが、ちょっとポイントのね、ここ、あ、そうそうそう、刺繍の話は少し聞きたいですね。リンゴルフのロゴ乗るんですか、どっかに？乗ります。ここに見えるかな、ここにゴルフクラブが、あ、これニューエラのゴルフキャップに絶対つくやつですね、絶対ついてるやつ、があるんですけど、ここに我らのりんごちゃんをこんな感じで、これはお見せします。手書き？はい、これ手書き。完全私の手書きですけど、はい、こんな感じで。カラーで。はい、カラーです。リンゴと旗をカラーではめ込もうかなと。ここね。はい。っていうのはもう決まってます。うん、で、あとこっちの表のこのロゴはちょっと今から練ろうかなと思います。前回がこう結構大きめにドーンといったので、うん、ちょっと今度はこうリンゴルフ感をこう文字として出していけたらなと思っております。そこ醍醐味ですよね。なんかニューエラさんのキャップとかもね、これとかもそうですけど、いかにね、うん、文字で遊ぶかっていうのが。これね。うん。これとかもそうですね。うん。この文字の見せ方が大事になってきますよね。うん。これ一緒だな。まあ色ね、うん、色、皆さん色気になると思いますけど。うん、それまだ秘密です。もちろん秘密です。フォントも秘密です。わかりました。はい。で、それ決まったやつが次出てくるってことですね。はい。お楽しみに。なんか僕普通に聞きたいんですけど、こう被ってる人にどうなってほしいとかなんかあります？思いとか。被ってる人に。この前はおじさんが、僕みたいなおじさんが平つば苦手だと、まあ被ってみなっていうコンセプトで作ってくれたと思うんですけど。とりあえずこの帽子はいいよは伝えたいのか。いや、もちろんです。この帽子がまずいいっていう。この方が本当にいいですからね。ここわかるかな。かぶってちょっと伸ばさないとちょっとわかんないんですけど、はい、まずこの帽子の良さに気づいてほしいっていうのと、例えばここにリンゴルフをね、こうバーンと。あ、そっか、リンゴルフって書いてある帽子一個もない。あ。ないのか。いや、ないですよ、ないですよ。リンゴルしかないですもん。リンゴルは小文字のリンゴル。ポーンって、メッシュタイプなのかな、あれ。F がないよ。F が。F がないので、リンゴルフっていうのも大々的に。初めてじゃん。はい、被って、こう。歩き回ってほしいなと。ゴルフ場だけと言わず、街中もね。っていう思いはあります。もうみんなでこう。リンゴルフね。はい、リンゴルフ。アニュエラーみたいな感じで広めてもらえたらなっていう感じでデザインを組んでるので、はい、お楽しみに、はいはい、お任せください。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。横に乗せるのもあるんですよ、こうやってね。そうなんですよ。これもかっこいいですよね。これいいじゃないですか。いやー。なんかこういう人いますよね。この斜めになってる、これとか微妙にちょっとこう。斜めに入ってるんですよね。本当だ。これはもうだいぶオーソドックスな感じ。これは小文字でちょっとちっちゃめ。これもありですね。女の子だね。そうですね。これ女の子を手に取りそうですね。街にいますね。ゴルフ場にはいないです。これ可愛いですね。結構フォント大事ですからね、うん、形といい、あとなんか生地とフォントの色バランス、うん、もうちょっと大事にしていきたいなと思います。やっぱやるからにはいいものをね作って皆さんにかぶっていただきたい、それだけです。